羊毛フェルト初心者さん向け動画レッスン。レッスン2、ニードルの使い方。まずは姿勢、座って作ります。椅子に座った方が足が痛くならず長時間作り続けることができます。肘をテーブルに乗せると肩が凝りにくいです。ニードルの持ち方は持ちやすいように持っていただいて結構です。こちらは私の持ち方ですが、ニードルが中指の横に当たってしまい痛くなる場合がございます。痛くなる人は専用ホルダーをつけるか、こちらの持ち方をお試しください。文字を書く時のように手首部分をマットに乗せると針先が安定して刺しやすいです。大きい作品は手首が浮いてしまい不安定になりますので、指を刺さないように注意してください。ニードルの仕組み、なぜニードルを刺すだけでモワモワの毛が固まるのか不思議だと思いませんか？ニードルの先の方をよく見ると小さな返しがいくつかあります。刺して抜くとき、この返し部分に毛が引っかかり、何度も刺すことで毛と毛が絡まり次第に固まっていく仕組みです。ここからは刺し方の説明です。ニードルは無理な方向に力を加えると先端が折れてしまいます。ニードルは1本150から200円ぐらいしますので、頻繁に折れてしまうと痛いです。刺す方向と抜く方向、刺す深さ、速さに気をつけて作りましょう。針を折らないために一番重要なのが、刺す方向と抜く方向を同じにすることです。斜めに持ったまま真下に刺したり、まっすぐ刺して斜めに抜いたり、硬いのに無理やり力を入れて刺ませると針先が折れてしまいます。必ずしも上から真下に刺さなくても良いです。パーツを取り付けるときは斜めに刺して斜めに抜きますし、平たいものは横から刺すこともあります。とにかく大事なのはまっすぐ刺してまっすぐ抜くということです。初心者さんは深く刺してしまいがちです。ニードル先端の返し部分を意識して細かいパーツを刺すとき以外はマットまで刺さなくても大丈夫です。基本的に物体の中心を狙って刺します。固まってくると浅く刺し表面をきれいに仕上げます。慣れるまではゆっくり丁寧を心がけます。早く刺そうとすると誤って指を刺してしまったり、針が折れる恐れがございます。他にもこんな時に針が折れます。初心者さんがいきなりニードル極細を使うと折れます。最初はレギュラーで練習しましょう。硬いパーツ同士をくっつけるとき、無理な角度で刺すと簡単に折れます。中に針金やテクノロード、磁石を入れるなどの雑貨系作品は折れやすいです。もし針が折れたら、針先がどこかへ飛んでいったら拾って捨てましょう。羊毛の中に入り込んだ場合は気をつけながら指で押さえて取り除きます。どうしても奥まで入って取れない場合はハサミで切って取り出し補修します。以上でニードルの使い方の説明を終わります。ブログに今回のレッスンのおさらいと補足説明を載せていますので、よろしければご覧ください。次回レッスン3は丸の作り方です。お楽しみに。チャンネル登録。